こちら狛江のナビと、マッシュ君はウェスカーに勝てそうかな。もうそろそろとどめです。いやマッシュ君さすがだね。でも彼はここで終わりじゃない。彼はね、第二形態があるんだ。関係ありませんよ。変身中は攻撃しちゃダメなんてルールありませんから。ねえ、クソ、本当に僕がわからないの？僕には物理攻撃は効かないって、それも忘れちゃったろ。やっぱり、その装置を壊すしかないか。なんでクソがそれを？狛江だの仕業か。クソ、目を覚ませ。マジか。背中にもろに当たったのに効いてないの？どうやってあの装置を発動？領域展開はクソに致命傷を与えるし、かといって対峙ではかなわない。にしても、赤も効いてないってことは相当な防御力だな。あ、そうか。クソ、ちょっと乱暴するよ。挙式。紫。そう、クソ、大丈夫？クソ。やれやれ、飛んだ荒治療だな。ああ、よかった、生きてた。僕を助けようとしてる奴が必殺技を正面から当てるか。クソの防御力を信じたんだよ。クソは大丈夫でも、その装置は壊れるだろうからね。やれやれ、もう少し手加減してほしいものだな。助けてくれて、ありがとう。リムロを吸い込んだお前は完全に俺の敵だろ。じゃあまずは正体不明のお前からだ。すごいパワーだな。リムルの技は一通り使えるのか。強いな。次は連続でダメージを与えてみるか。でも避けられそうだな。奴の動きを少しでも封じられれば。待って、おい、どういうことだ。エラーサンズがリムルに。あ、カービィが逃げるぞ。大丈夫。さっき捕食した時、洗脳も解いておいたから、ソニックのことが心配なんだって。カービィ、本当は優しいから。そうか。ていうか、リムル脱落したはずじゃ、いろいろ何がどうなってるんだ？今まで黙っててごめんね。実は俺は生きてたんだ。あの時カービィに吸い込まれる直前で、新たに自分の別人体を作って身代わりにし、本体の俺は隠れて行動してた。そうだったのか。でも、なんでエラーサンズの姿に？あの戦いで俺は別人体を取り込んだカービィには勝てないって分かった。だから、戦闘より、黒幕を暴くために潜伏することを選んだんだ。ただ、黒幕がいつどこで監視してるのかわからない。俺が生きてるってバレるのも時間の問題だ。そんな時、たまたまクソがサンズを倒したのを見かけて、倒れたサンズを捕食、解析、応用して、エラーサンズと外見を再現した。ほら、エラーサンズなら神出鬼没で全知全能。敵か味方がわからないし、動きやすいでしょ。それで、埼玉さんの攻撃で弱体化したカービィを捕食して、別身体の分離に成功したってわけ。つまり、リムルは完全復活したんだ。あ、クソ、みんな、やれやれ。僕には正体を教えてくれてもよかったな。俺だってクソにはそれとなく自分の正体を伝えようと思って、いやクソって挨拶したり、俺の姿を見せたりもしたんだけど、普通にスルーされて攻撃されちゃったから、結局なんかバトルになっちゃって。仲良くおしゃべりしてる暇はないよ。第2ラウンドも用意してあるから。おい、あれ？なんだと。僕らが倒してきたゲームキャラたちが復活した。洗脳が解けたカービィとソニック。あと8番出口も入ってないから全部で22体。君たちなら楽勝だろ？みんなは先に行って狛江のところへ行って。リムル、奴らを一人で相手する気か？うん。ジークさんの安否が心配だ。早く助けてあげて。いや、でも大丈夫。すぐ追いつくから。クソ、俺を信じて。わかった、あとは任せたぞ。狛江だ、ここまでだ。やあみんな、まさかリムルさん一人残してここに来るとはね。話してる暇はない。早くジークを解放し、ゲームキャラの洗脳を解け。ジークさんの心配をしてる場合かな。あの数のゲームキャラを一人で相手するなんてさすがに無理なんじゃない。心配いらない、奴ならきっと全員倒して帰ってくるはずだ。これはどうかな。さすがのリムルさんでも。いや、クソ、ええ、もうちょっと遅れて登場した方がよかった。もう倒したのか。あ、予想以上だね。でも僕には秘密道具が全て揃ってる。本番はここからだよ。チョコマレだ、狛江だ。その声は、ドラえもん？なんで？君は脱落したはずだよね。大輝、君の指示通り全てうまくいったぞ。大輝君の指示？あ、お前を信じてよかった。僕はもうダメだ。今からお前を殴ると同時に復元能力で再生させる。その後は透明マントの身を潜め、黒幕を暴け。黒幕が君だと分かった僕は、どこでもドアで自宅に戻り、タイムマシンに乗って君が絶望落ちする過去を変えてきたんだ。それじゃつまり、そうだ。超高校級の絶望の残党である狛江凪人は存在ごと最初からいなかったことになる。もうすぐお前の体は消えてなくなる。そっか、こんなキャラが終わっちゃうんだね。勝ったのは絶望ではなく希望。君たちが助け合い死んじゃった。それが圧倒的な絶望を打ち破ったって。そうか。
本当に君たちは素晴らしいね。この上ない希望を見せてくれてありがとう。認めるよ。今回は僕の負けだ。これで終わったのか。おいドラえもん、洗脳を解く方法は、呪文を逆から読めば効果は消える。呪文はなんだ。確かツバウトとギナダイマコだ。え、なんて、ツバウトとギナダイマコだ。言いにくそうだ。言いにくい。なぜわざわざそんな言いにくい呪文にしたんだ。待て、もしかして小前田は、最初から自分が負けると分かっていたのか。ああ、おそらくそうだ。確かに小前田ナイトというゲームキャラは作中で絶望落ちした。しかし彼が希望の信奉者であることには変わりなかった。絶望という試練を乗り越えてこそ強く希望が輝く。そういう考えの持ち主だった。あと早く縄を解いてくれ。じゃあ、どこでもドアと透明マントを僕の元に戻したのも、小前田の仕業ってことか。自分が僕らに倒されるため、え、聞こえてない。希望とやらを輝かせるために自ら犠牲になったってことか。狂ってるな。まあいい。東京全土にマイクを繋ぐぞ。その前に縄を。ああ、聞こえるか。東京全土のゲームキャラについて。黒幕は倒し。戦いは終わった。今から戦闘を解く。アビ、目を覚ましたんだな。よかった。これで俺らも元の日常に戻れる。小前田凪と討伐。やれやれ、命がけで東京を守ったというのに、僕らが街の復旧までやることになるとはな。ゲームキャラは皆元の世界に戻り、残った僕らは後片付けか。まあまあ仕方ないじゃないか。今回ゲームキャラは被害者だったんだ。僕らが知る拭いをしよう。それにしても他のアニメキャラも全員回復させるなんて、リムルの力は本当に計り知れないな。やあ、佐伯君。お前は、小前だ。ああ、過去に戻ったついでに僕が呼んだんだ。人ではあった方がいいと思ってね。おい、大丈夫だよ。もちろん彼は超高校級の絶望の残党じゃない。別の世界線の僕か。みんなに迷惑かけて本当にごめんね。希望を愛する僕が絶望するなんて、本当に考えられないよ。お前は本当に大丈夫なんだな。もちろん、僕はみんなの味方だ。希望を愛する超高校級の幸運、お前のマギとかよ。